また青の扉か。行くぞ。うれ！前よりは楽に切れるようになったが、まだ本調子とは言えねえな。よし。出るにはどう進めばいいんだ。思ったより入り組んでて迷いそうだぞ。よし。お、こんなとこにも装置があるぞ。
準備はいいか？おう。悪いな。俺たちの箱返してもらうぞ。水の巨像というよりは水と氷って感じね。対抗するには熱か。ということは俺の出番だな、ロビンちゃん。ああ、じゃあ行ってこい。そうすりゃグルマ湯の氷漬けの出来上がりだ。ああ、バカにしてんのか、クソ剣士。お前らやってる場合か。ぶちのめしてやるよ。フランキーファイアーボール。やってやろうぜ。ひまわり星。特別に見せてあげる、私たちの絆。ミラージュ。さて行きましょう、みんな。俺の番だな。これで元気になるぞ。さてお手並み拝見だ。グランデ。腹減ったな。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺ひまわり星。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ちょっとは本気出さねえとな。カッチーン。凍っちまった。トップグリーンの多彩性見せてやる。必殺ひまわり星。
ぞ。負けられねえよな、こんなところでよ。フランキーファイアーボール。お手柔らかに。ん、グランデ。こりゃやっべえな。これで大丈夫なはずだ。みっともねえな。お、俺から行く。必殺ひまわり星。うん、グランデ。倒す三段はつけてきた。俺に任せとけ、フランキーファイアーボール。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。一丁やるか。みんな、いけるよな。ギアサード、ゴムゴムのギガントピストル。これで三体目か。ナミさん、ここを出たら温かい料理を作るからね。ありがとね、サンジ君。寒さでも体が限界だったの。寒い？そういや、なんか体。今さらかよ。お前にもなんか作ってやるから適当に温まっとけ。成長を実感できるほど強くなれたのね。理由は話せん。これは政府の取り決めだ。従ってもらおう。どうだった？説明もない命令には従えんと言い張りおった。だが出すしかあるまい。バスターコールの指令をな。神の息吹は惜しいが仕方ないだろう。どうかしたのか、アディオ。いや、この席が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなくお前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。悪くない趣味だろ。ふーん、そういやお前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、
この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ。かっこいいぞ。ははは、そう思うか。ああ、気に入った。巨像はあと何体いるんだ？島に残った巨像はあと1体のはずだ。よし、もう少しだ。力を全部取り戻して冒険を再開するぞ。ねえ、メモリアキューブってあんなに安定しないものなの？どういうこと？時々制御できないようになるの。あなたの感情が反映されてるとも考えられるけど、そこまでおかしな状態になるとは思えないわ。そう。不安を抱えているみたいね。本当にいいの？あなた自身、自分のしていることが正しいと思えないのでしょう。でもアディオにも大切な人たちが。まだ時間はある。よく考え。寝てしまったわ。どうだ、そっくりだろう。こいつはある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって栄華を誇った立派な一族さ。わかるか、俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害に遭ってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために到達することができないんだよ。力？はは、隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ、別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならないからな。神の息吹を起こすには島の危機と判断させるため4つの巨像を倒す必要がある。だが巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され、支配者の資格を失う。ええ、そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな？アディオは正しいことをしているもの。きっとルフィも許してくれる。
準備ができたのなら行きましょう。ちょっと待て、リム。どうしたの？先に飯だ。腹減った。ふう、いつものことだけれど緊張。ルフィはどんな時でも食いしん坊なのね。次はどこに向かうの？このキューブはマリンフォードというところのようね。ここはどういう場所なの？俺がエースを助けに行った場所だ。だったらそのエースを助けることがルフィのすべきことね。ああ、そうだよな。な、ルフィ、お前。俺なら大丈夫だ、ウソップ。よし、みんな、行こう。なるほど。そうね。合流した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味。取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとって辛い記憶だった。絶体絶命の中、ルフィが下した苦渋の決断。それは。自称、頂上戦争。戦乱のマリンフォード。今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ！